ラボなんですけれども、これはすごくたくさん収穫することができました。いっぱい収穫しています。で、今こんな風に食べられる花芽もあるんですが、もうこれ以上置いておいてもしょうがないということで、今日はこれを、解体して、根っこの中が、袋の中がどんな風になっていたかを見たいと思います。では持っていきます。まずこの袋の下に根は出ているかどうか。出てますね。これは土の上に置いといたので、こんな感じでバッチリ袋から根が出ています。お分かりでしょうか。こういう状態です。こういう状態です。これはすごいですね。もう一度切りまして、ここに入れて、よし、こういう状態ですね。これが袋栽培のメリットですね。袋って意外と水も通すし、根も通す。こういう袋の底まで根っこが一致してるようになると成功です。ちなみに隣のジャガイモなんかも、この下に根っこが入っているはずです。こう動かさない方がいいんですよね。こっちのコンクリの上の野良棒を見ています。こういう野良棒なんですが、これを見ると、よし、あ、ほら、じゃあこういうことです。ほら、これこれが成功の秘訣。たとえコンクリの上でも、こういう根っこができるような栽培の仕方をすると、十分に作物が取れます。逆に言えば、こういう根っこができちゃってから動かすのは NG です。ナスなんかも特にそうですね。この根っこ、この地面と接するところ、こういうところには水がとどまりますから、その水分を求めて根っこができる。そうするといい作物ができる。これが重要。ここに土がある。ここに土があるってことも、もしかしたら重要なのかな。これ剥がしてみましょうか。ピリピリピリ。ここまで。こっちは。こんな感じですね。土の袋栽培のコツは、こういう根っこを育てるようなことに気を使って、袋を動かさない、最初から固定するってことが一つのポイントですね。このいっぱい。ちなみにこの隣にあるこの花、何だと思いますか？ほら、こういう花なんですけど、大きさ的に言うと私の手に対してこれくらいの大きさです。ちなみにこれは、この黄色いのがすっごく服につくと大変なんですよね。さて、これは何の花かっていうと、わかりますか？こういう葉っぱなんですが、この葉っぱ見たことありますか？菊の葉っぱみたいですね。これは食べられるんですよ。多分ほとんどの人が食べたことあると思うんですけれども、これは春菊です。鍋料理に入れる春菊。あの春菊を放っておいたら、こんな感じの花になってしまいました。ある方は、この写真を見て、マーガレットですかって言ってましたけれども、いや、マーガレットではなくて春菊なんです。さて、この春菊の下の方どうなってるか、これも見てみようかな。春菊の袋の下を見てみます。じゃーん。さあどうだ、見えますか？すごいですね。これはまたすごい。地面には何も行ってないけれど、土がないから
何も言ってないけど、見てください、これも。これがすごい。9月12日に種まきをしたノラボーです。種をまいたノラボー、せーの、こんなに外に出てた。どの袋で作ってもこんなに立派なノラボーが作れるということが今回証明されました。これが立派な立派なノラボーの根っこ、こんな根っこができているということが分かりました。どんなふうな株を持っているかというと、これ分かれてるんだね。元は同じ株だね。これすごいすごいすごい、これ。こんなノラボーでした。以上、土の袋でもノラボーは立派にできるということの証明です。私は土の袋でいろいろなものを作っています。これは菊芋です。ビエトラトリコローレや、こちらのレタスは農家の方が余った苗をいらないからといって分けてくれました。じゃがいもは俵アルタイル彦星、シャトークイーン、北あかりなどを育てています。エシャレットです。昨日食べましたけどとっても美味しかったです。種まきして育てている人参、これらは間引いて乾燥させ、13歳という高齢ウサギのおやつになります。キュウリシャキッとです。これ以外にもいろいろやっているので、よかったら他の動画も見てください。